極急でデッドアライブするアキミロです。はい、続けていきます。前回で霊領慶を奪い取り、孫策が滅亡しました。さらに北の慶ですね、こちらも落として顔料軍を滅亡させました。なので今回は劉備倒しに行きます。この劉備を倒したらもうあとは有名武将はいないので、パパパーッと各都市を落とすところを入れて終えたいと思います。なので今回が最終回です。まあ、現在霞が霊領にいるので、あえてちょっと北に送って、霞たちデッドアライブの力で劉備倒したいと思います。なのでちょっと移動したりするのに時間かかるんで、入れ替わってから行動する感じですね。ちょっと K から宝徳顔料愚本東照さんの4部隊出します。狙いはちょっと劉備ではなくてこっち行きます。一応動画に含めるのは劉備のところだけなんですけど、私個人としては天下統一を狙っていかなければいけないので、今ここロシク軍とも戦っててチャンスなんですよね。満潮軍、ロシク軍に渡すんじゃなく我らが取りに行きます。一応マリーとかミサキ、綾音霞、秋美郎がこの K に入ったら、そのデッドアライブチームは劉備の方倒しに行きます。慶陽に兵糧が輸送入ったんで出撃します。ついでに霊領ももう真上に来てて、現在、いやでもそんな多くないか、いやでも出そうかな。後ろからもまだ輸送来てるんで、ちょっともう慶陽でこの山から行って、霊領からこっちの山行って、挟み込む感じにして攻守取りに行きます。まずは霊領から孫策、徐行、定府、両毛の4部隊6戦ずつで出します。勝者は2部隊ですね。ちなみにこの山を越えるのめっちゃ時間かかるんですよね。でこの山を通ってる間、気力が士気ですね、士気が減ってくんで、実はここにたどり着いた時に軍楽台作れるかがポイントになります。なんで左右から同時に行って、なんとか右に兵を引き寄せたいと思います。慶陽からはリクソン、趙雲、そして学信出します。こちら学信のみ勝者です。こっちも右から妨害出てきそうな気がしますけどね、まあ、とりあえず向かいましょう。いざ出陣です。そして蔡宗からも長江八千をちょっと出します。もしかしたらこっから援軍来るかもしれないので、今のうちに出撃してここら辺の歩を取っていこうと思います。おー、なんとロシク軍によって満潮軍滅亡です。あらら、連合組んでたのにね、解けたらこれですよ。あ、謀略のところに演説セットしてた感じですね。他にもいるかな。あ、宝刀がいる。波動なのか、宝刀は。まだコスト10も余ってるな。どうしようかな。内政解放するか。誰か。お、いるいる、純育、王道で、内政の全総、あ、全政策の効果を発揮っていうのがありましたね。素晴らしい。まだあとコスト5もある。じゃあもう一個は謀略。こっちはもうなかったんだよな。都市が与えるダメージ反撃、いやこれにしよう。落とし穴投石台、弓矢ぐらいによるダメージが増加、これがいいですね。序章王道でコスト少なく済みます。オッケー、かしこまりました。マリー、秋広、美咲、ちょっと3部隊出します。現在劉備軍に狙われてるんですよね、 K がまあおかげでこの信用の兵が減って、下から第三軍団が攻めてるんですけどね。とりあえずうちらがおとりになってる間にどういう結果になるか見ていきたいと思います。では北兵に突っ込んだので見ていきましょう。右から今援軍が来てるんですけど、その前に決着つけます。よろしく。お、これはロシク軍からの引き抜きです。馬中さん仲間入り。司令さんはダメか。はい、これなんだっけな、周遊違うか、昇遊かな、どっちも違う気がする。
はい、もう壁半分です。公孫さんじゃなく満潮区を滅ぼしてから全く兵が増えてないんで一気に来ます。では北兵にとどめを刺していきましょう。一応南畿から長勝さんの勝者も出したんですけど、たどり着くまで決着つきますね、これ。はい、壁がゼロでーす。目標陥落。イエーイ。はい、捕虜来るか来ないですね。全員捕まえておきます。こっちは帰っていきますね。ロシク軍は残り一つだけです。これ引き抜き投与ですね。この上兵だけですね。ああ、総中がなくなった。劉備軍帰っていったかもしれません。さっきと位置がほぼ変わってない。まあ第三軍団がもうここまで来てますからね。では第三軍団の真意の戦い見ていきましょよろしく頼う。はい、シュレーさん仲間入り、ロシク軍の捕虜です。強調ダメか。使えてる国がない捕虜なんですけどね。3対1でも相手硬っ、3とかしか減ってなかったぜ今。引き続き信用なんですけど、これは無理かもしれませんね。相手が硬すぎる、砲炎がほぼダメージ食らってない。あ、でも包囲、あ、違う、兵間切れしましたねこれ。願わくばあー、エインさんがお亡くなりでーす。あー、そして可飛能だったから脱走です。さあ、第三軍団、どうでしょうか。はい、ロシュク軍の捕虜、仲間ならず。巨長もダメ。巨長はどこの軍にも属してないのに、はい、城の中に一部隊入っちゃいましたね。これもロシュク軍の捕虜でしたけど、ダメですね。死者が面会を望んでいます。捕虜返してか、嫌です。とにかくやっぱ信用周りは歩を取らないとダメですね。はい、信用から部隊出てきました。こりゃ無理ですね。また改めて準備ができたら攻めましょう。そしてチンブさん仲間入り。さっきのはロシクの捕虜です。お、やったー、ついにどこにも属してない捕虜、協調が仲間入りです。ちょっとエーアンにちょっかい出そうとしてたんですけど、敵が出てきましたね。もう核オートン、こっち行っちゃうか。ここ取れば包囲占領できるはずなんですよね。はい、包囲占領です。これはどこ、やった、来たー、エアンマリー。ではエーアンを倒しに行きましょう。主幹さんが捕まっちゃったようですね。バカな、残念だったの。おお、第6軍団がゴーとしました。おお、ナイス、第6軍団 まさかのゴー制圧です。捕虜を連れてまいりました。およ、まあ来ないよね、捕虜。では永遠にとどめを刺していきましょう。はい、もう兵の方が先になくなりますね。はい、永遠陥落でーす。ブー、主に曹操の武将たちで落としました。高祖さん、解放。借りは返す。そして捕虜、結構いますね。誰も来ない、全員捕虜。あ、連合です。かすみ様に対抗すべく、ホーギラが手を結んだとのことです。なんとホーギラ名士の連合軍が誕生しました。はい、いつも通り標的はかすみで、あとは全部敵です。では攻守に突っ込みます。これは高祖軍の捕虜ですね。必ずやお役に立ちまようしやく一人か。なんか誰か発見したって言ったな。はい、突っ込み。よし、3勝者です。あっという間に倒せるはず。これは霊陵と慶陽2つの部隊ですね。一応捉えました。
これは劉備軍の船ですね。はい、もう壁3分の1です。このターンで終わるか。はい、終わりました。はい、攻守陥落です。圧倒的ではないか我が軍は。捕虜はもちろん投与を仕掛けて、ダメなら捕虜です。はい、孫策も捕虜を捕まえてきました。はい、お断りされました捕虜。はい、包囲占領です。どうし将軍囲んじゃいました。さらに信用周りも包囲占領です。これで2部隊が平坦切れです。では霞田屋根で信用の劉備の兵を減らしに行きましょう。平坦切れ成功したんで、ここで一気に減らす。突っ込み、あー、もう動き始めた。早いな。バテスさん仲間にならず、鉄壁。しかしこっちの方がダメージは上だ。再び劉備軍倒しに行きましょう。はい、荘園を倒すなよ。攻撃開始。はい、綾音の足演武、あとちょい。そしてもう一部隊も接近。なんと、オッケー。では天宝さんを倒しに行きます。霞の桜花天武です。ウェイ。はい、集隊仲間入りです。オッケー。今のは高祖軍の捕虜ですね。鉄壁ね、いつまで持つかな。士気がなくなりますね。バテツは仲間にならず。はい、帝宝さん終わりました。はい、包囲占領完成です。もう師匠軍ほぼほぼ負がないです。信用に第三軍団が突っ込みました。お、そして流氷軍とも戦ってるんですけど、一騎打ちです。強調負けないでしょう。相手にならん。前25差で負けたんでね、もう絶対生きるとは言えなくなっちゃいました。うん、次のターンデッドライブチームも突っ込みたいと思います。では第三軍団が戦ってるところを見ていきながら、マリーが近づくのを待ちましょう。よし、次のターンいけますね。これで左からデッドアライブチーム突撃します。何回ももう攻める準備できたので突っ込みます。やるとしまっ、まあちょっと相手が出てきてるのが気になるポイントではあるんですけど、まあ大丈夫でしょう。やるとしよう。もう包囲占領も終わってるので、このまま躊躇なく突っ込みます。心得た。剣庵もさっき舞台出てきてたんですけど、見事倒せたようなので突っ込みます。残念ながら投石1台だけなので、ここはいけるか不安があります。まあ多分いけると思います。心得た。ついでに第6軍団が海景に攻めております。で、私が下からここ包囲占領して一気に歩を全部奪い取ります。では第3軍団と力を合わせて劉備倒しましょう。突っ込め。お、ゴイさん捕まえたようです。はい、壁がもう半分、あっという間です。猛攻じゃ猛攻じゃ。突っ込め突っ込め。はい、もうあと3分の1、霞の出番がないぐらいですね。では劉備軍の最後ですって言ってたら、南海の壁が半分です。さあ、しよう、陥落です。これにて張陽軍から引き継いだ劉備軍滅亡です。よっしゃー。これで今度こそ劉備も仲間にできるかな。劉備いるかな。いる。来い。断られた。修正を誓おう。全13ら4人は仲間入り。あとは捕虜。そして続けざまに南海です。ここもこのターンで終わるかもしれませんね。はい、終わりました。
南海陥落でーす。師将軍すまんの。およ。はい、全員断られる。さらにさらに懸案も見ていきましょう。はい、壁半分です。長領、長公、宝刀の3名。さらに右から誰だったっけな、これ。あ、ほうきさんがお亡くなりです。脱走。あ、主官が去りました。決済にイベントマークついてますね。なんか不品肝心法だったかな。はい、これ何が上がるんだったっけな。主義経験値がアップするのか。いや特に上がってないな。見れるってだけか。何だっけ、兵州だったかな。これ制覇です。これは主義経験値アップですね。はい、てかいっぱいだな。で、杭州制覇。いっぱいいっぱい主義経験値いただいております。10まであとちょいって言いたいけど、まだ全然ちょいじゃないですね。では懸案の陥落も見ていきましょう。共に行こう。お、陽橋さんかな。ここら辺は元徴用軍の劉備軍の捕虜です。理解さん仲間入り。劉備、はい、ダメかー、ダメかー。懸案はあとちょい。壁よりも兵が先になくなりそうですね。あと300。はい、ゼロー。懸案陥落でーす。よっしゃー、これにより師将軍滅亡です。さらば師将軍。捕虜全員登用。10人失敗、5人成功。残りは全員捕まえておきます。そして杭州の方も壁半分ぐらいまで減っております。ちょうど半分ですね。暴走軍も滅ぼす。あはー、芝居がやられた。しかしあとちょい。ダブル投石をなめんなよ。そうそうと順位行くの。おお、断られた。はい、これで高速軍滅亡です。甲州陥落。一気に滅亡していってます。はい、さよなら高速軍。ありゃ、役立ってみせよ。およ、成功した人も結構いましたね。今残りは捕虜。お、第六軍団が海警を落としました。これにより横領軍滅亡ですね。よっしゃー、第六軍団よく頑張った。横領軍が滅亡しました。横領一杯一杯。11人失敗したものの8人成功です。横領決済にイベントマークついてますね。陽州制覇、これは主義経験値のアップです。こっちは1000かなですね。あともう1個、五越制覇かな。こちらは多分2000アップですね。次次にいろんな勢力が滅びてっています。もう残すは益州とこの城兵のみかな。ここももうちょっとしたら攻める準備できます。では、露宿軍の城兵攻撃開始です。この命尽きようと敵を撃つ。敵を撃つ。宝徳、勝者以外で突っ込ませたの久しぶりですね。東洋は成功しないですね。ダメですね。さあ、囲め囲め。あまり数はないからな。やられる前に倒すんだ。さあ、このターンで落とせるか。激励。よし、壁は半分です。兵も残り2600。お、諸葛亮が仲間入りです。
ちょい諸葛亮には何人も投与を送ってたんですよね。はい、壁より前に兵がゼロになりました。長将さん3で残ってましたね。危ねえはい、上兵制圧でーす。そしてロシク軍滅亡です。はい、武将一杯一杯来よう。魅力を尽くします。父さん11人仲間入りです。残りは捕虜。はい、決裁にイベントマークです。徴兵取ったことで優秀河北2つを制覇ですね。これはいつも通り1000と2000ですね。まずこっちが1000ですね。王道レベル10までいけるかな。クリア前にもう残り3都市なんですよね。生徒とあの南蛮の方の都市の名前なんだっけな、忘れちゃったななんだっけな、この2つですね。県内だ、県内と雲南、この3つを残すのみです。全体で見るとこんな感じですね。もう水色ばっかし。もう残り3都市、宝義軍一気に倒しに行きます。では県内に攻撃開始です。曹操純育のダブル投石、頑張ってくれ。アコートと掃除の2連鎖、防御力アップ、宝石県内再び攻撃です。はい、壁半分です。勝者はないけどいけるでしょう。はい、もう壁3分の1で兵も2000しかありません。はい、兵が先にゼロになりました。県内陥落。これで宝義軍の都市あと2つです。全員投与、掘りよ。マリーたちも攻守から出してたんですけど、たどり着くことなく終わっちゃいましたね。攻守から出た曹操たちの武将だけで十分でした。はい、第二軍団がやっとメンチクカを落としました。まあ、こっちが下から歩を取ってたから相手も弱体化したんでしょうね。残り2つの都市生徒、第二軍団が攻めております。下から我が第一軍団が来てるんですけど、最後デッドアライブチームで締めようかなと思ってたんですけど、第二軍団に持ってかれそうです。ちなみにあと雲南の方はもう次のターン攻めることできます。では雲南に攻撃開始です。生徒より前に雲南先落としてくれ。かかりなさい。ちょっと曹操が時間かかってんな。お、あ、深夜の規模が大になりました。生徒にも全部隊攻撃向けました。果たして生徒と雲南どっちが先に落ちるのか猛攻です。はい、雲南壁半分です。しかし生徒も恐ろしい勢いで第二軍団と共に攻めております。はい、雲南が先落ちました。兵士ゼロです。オッケー、義の武将たちが雲南を制圧してくれました。そして残るは生徒のみ。全員投与、しかし全員失敗、全て捕虜。はい、残る都市は宝義軍の生徒一つだけです。それにしても連合って一つの勢力になっても解散されないんですね。いまだに連合名手になってますね。連合期間も5ヶ月残ってます。そして決裁にイベントマークついてますね。南中制覇。やりました。はい、王道レベル10行くことなかったですね。ではラストターン見ていきましょうと思ったら宗神が雲南に入った感じか。一数書道414、まあまあ連動強くなったじゃないか。どん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 、あっという間です。フルボッコ。はい、終わりました。最後は耐久がゼロになって陥落ですね。生徒
攻略でーす。はい、これにより宝義軍滅亡です。宝義軍の滅亡により反霞連合は瓦解しました。もうそもそも勢力ありません。武将いっぱいでーす。全員登用。10人で失敗、7人成功。おりよ。はい、213年5月霞軍が天下を統一しました。やりました。ついに極級でデッドアライブ天下統一です。ついに天下を統一しましたわ。この霞が乱世で終止を打ったのです。おめでとう霞。美咲もよく支えてくれたよ。そう、皆がね、真珠支えてくれたおかげ。いやあ、やね、お姉ちゃんに優しかったな、このデッドアライブでは。二度と乱世を免れることこそって。そういえば結局皇帝散脱しないまま禅譲もされなかったんで、霞は王で止まってますね。お、天へついてください。あ、来た来た来た。皇帝にならずに天下統一するとここで天へにつくんですね。え、今より私は天へにつき新時代の幕を開きますわって。いやでもいいのか。菅の皇帝はどこ行った。自称しって書いてありますよ。一応菅の皇帝擁立してたんですけど、どこ行っちゃったんだろう。もうお亡くなりになっちゃったかな。お、どうしよっかな。はじめに左上の方やってたんで、秦国にしようかな。キングダムでもある始皇帝ですね。決定。身の名は秦に定めました。天下を取り継いだ霞は疲弊した国土の回復に着手し、各地を巡ることで安定を図った。より豊かな国になったらしいです。しかも200年以上もの間栄え続けたそうです。中華史上最高の名君としてって。はい、これにて極級でデッドアライブする編クリアでーす。まあ、最後にね、少しだけ感想言って終えたいと思います。まあ、やっぱり以前ライブ配信でやった時も思ったんですけど、武将の能力が高いですね、相手が。まあ、特に負の効果がつくともう化け物みたいだったんで、基本的に平坦斬りするか負をいっぱい取って相手の能力を下げるかってしないと、なかなかやっぱり正面から戦っても勝てないなって思いました。まあ、ただ結構僕プレイしてる時、なんか相手が自分の領地に入られるの嫌だからって、結構敵の領地で平坦斬りしようとしてたんですけど、まあ、結構こっちの陣地までおびき寄せてから平坦斬りっていうのをやろうとすれば、まあ、平坦斬り自体はそんなに難しくはなかったですね。なんで、あくまで内政を下げる覚悟でっていうんだったら大丈夫な気がします。まあ、ただここで平坦斬りするの難しいなみたいな箇所があったんで、そういうところはやっぱり1対1の戦いじゃなくて、必ずこっち武将いっぱい出してこっちの方が数が上って状態で戦うみたいなことしないと、なかなか勝つのは厳しいなって思ったんで、やっぱこの極級は自分の頭で考えて戦略的にやっていかないと勝つの難しいかなと思いました。武将の能力に頼って同金のように、よし突撃いけるいける、両方だから勝てる勝てる、なんてそういう甘い世界ではなかったって感じですね。その分ちょっと頭使って疲れちゃう部分もあるかもしれないのと、なんかせっかく両方みたいな強い武将手に入ったのに無双できねえじゃねえかっていうので、武将の強さを楽しむってことをしたい場合は、あまり極級でやるのはおすすめできないかもしれませんね。上級あたりの方がいいのかなーっていうふうにも感じました。まあ、なんか結構サゴ14はゲームを始めるときにいろいろ負の強さの振り幅が大きいとか小さいとか設定できるんで、上級だけどここは上げる、超級だけどここは下げるとか、うまく自分にとって遊びやすいバランスを考えた方がより楽しめる気がしました。ということで、このサンゴ14はこれにて終了です。また何か別の作品挟んで、そしたら違う三国志シリーズやろうかなって考えてます。まあ動画編集してあげるのか、ライブ配信
皆さんから名前募集してみたいな感じでまたやるか、ちょっとその時考えてやっていきたいと思います。ではこれにてこのシリーズは終了です。この動画もしくはこのシリーズ良かったなと思ったら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。